筑波堂2つください、はい、中でいい？あ、どうぞ好きなとこ。いや、一緒におにぎり持ってきたので食べていい？はい、こんにちは、カババです。ここはね、ツツジが丘の駐車場ですということでございまして、今日は筑波山に登ります。はい、というわけでね、ここ筑波山に今日登るわけなんですけど、先週ね、カブママが100日ぶりに山に復帰ということで月山に登りました。正確にはね、途中で帰ってきちゃったんですけど、筑波山はそうですね、地図上だと8本の登山道があるんですが、過去にね、みゆきが原コース、これですね、あとね、白雲橋コース、この2つで登ったことあるんですよ。で、いずれもね、こういった感じで動画にしてるんですが、この筑波から登るコースは別名おたつ石コースって言われてましてね、頂上まで1時間半ぐらいで多分行けるんだと思います。座ろうか。すごいな、子供パワー。お、渋滞してる。すごいな。あ、すごいね。はい、今ね、子供ら上がっていってますけど、こっからね、祈願ゾーンに入っていきます。はい、弁慶七戻り。はい、すいません。これは怖いよね。どうやって落ちて怒っちゃうよ。もう体内くぐり。くぐってく？くぐって、あの中をくぐってね、体内くぐりですから、ここから生まれるわけですね。出産するんですね。久しぶり。はい、これね、反対側から見るとよくわかるんだ。はい、行くのやめた。コンクリートか、舗装されてますね。はい、で、こっからね、ぐーっと登ると女体山です。久しぶりだね、3年ぶりか。北斗岩、北斗、あー、あったね、そういえば。これはこっち側から見るとさ、かっこいいんだよね。はい、こんな感じですね、北斗岩。最後の登りきついな。
こを登ると女体山ですね。でもね、ものすごく日が出てるとこ暑いんだけど、木陰はすごい涼しくて気持ちいいです。やっぱり9月の山っていうのはいいよね、涼しくて。霞ヶ浦の方が見えてんね。もうすぐ山頂ですね。これ本当に山頂の真下。いや、久しぶりだな、女体さん。おお、やだやだ、怖い。スコン止めて歩いてきました。はい、こっち関東平野。いや、高所恐怖症なんで、こんなもんで。混んできたね。降りましょう。三雪ヶ原の方ね、今降りてきてるんですけど、これだね、なんかみんな言ってたの、つくばうどん名物って。俺が学生の頃ここになかったけどね、他にもあると思うんで行ってみましょう。三雪ヶ原です。つくばうどん、つくばうどん食べてみようか。香港の生産量が日本一でね。つくばうどん2つください。はい、中でいい？あ、どうぞ、好きなとこ。いや、一緒におにぎり持ってきたので食べていい？それも食べて、お腹入れちゃうと軽いでしょ。どうぞ。いや、結構暑いもんね。暑いね。うん、あ、なんかね、すごいの。これは俺の師匠じゃないか。うん、俺の師匠じゃないか。師匠、こんなとこ来たんだね。ダーってやったんかな、これ。ああ、いい匂い。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、あの写真はさ、猪木と写ってんのはお母さんですか？そうです。お母さんですか？いや、美人だね。ガマ油つけてるから。あ、そっか、あ、そっか、本当はこの、あのテラスがあったのよ、うん、こういう風に、うん、ね、これ、このテラスはこのテラスでしょ、このテラスどこじゃなくて、うん、もっと奥にあった、あ、もっと奥にあった。つくばうどんは、つがね、つくね、で、ばが、あ、ばじゃね、く、くはね、黒野菜、黒野菜、うん、ごぼうとか、ごぼうとか根菜だね、うん、根菜のことを黒野菜って言うそうです。で、バは、バラ肉、バラ肉、ここバラ肉、いただきます。うめえ、うん、おいしい、うめえ、うまい、うん、おいしい、おいしい。うん、どうだ、うん、おいしいよ、つくね、うん、うまっ。
いやつくばうどんうまかったね。本当想像の何倍か美味しかったです。ここのお母さんはね、アントニオ猪木と一緒に写真撮ってね、その写真がね店内に飾ってありますけど、まあ、猪木といえば僕の師匠ですから、ますますね親近感が湧きました。というわけでございまして、まあ今日は南大山はいいよね。はい、というわけで今日は、辻ヶ丘に戻りたいと思います。いやさ、実はロープウェイ乗るの今日初めてなんですけど、与太山の下のね、こっちロープウェイですよって分岐を今下ってるんですけど、だいぶ下ってるねこれ。初めてなんで分かんなかったけど、これあれだよね、もうずっとこう津田折で降りてくるってことは、仮にロープウェイで登ってきてもロープウェイ降りて、まあ、さらにこの津田折を登ってくるってことだよね。これはおお、おお、こうなってんのね。ここで、はいはいはい、こっち行くかんだ。まっすぐだね。はい、ただいまね、辻ヶ丘に戻ってきました。いや帰りのロープやね、ほんと 5,6 分だったけど角度があって結構スリルがありました。今日はね、まあ、一言で言うと、少し汗かいて山に登って、まあ、つくばうどんを食べたというそれぐらいなんですけど、いや先週ね、ガッサンでちょっと悔しい思いをしたんで、今日はね、低い山とはいえピークハントができてよかったです。ということでございましてね、今回もご視聴ありがとうございました。カババでした。